階段の聖望1522から1523、プラド美術館、アンドレアデルサルトは、ルネサンス期のイタリアの画家、金イク士。本名は、アンドレア・ダニオロ・ディ・フランチェスコ。イタリアのゴシック期、ルネサンス期の画家には、もっぱら通称で呼ばれるものが多いが、彼も、その一人で、アンドレアデルサルトは、下手屋のアンドレアの意である。ミケランジェロや、ラファエロが、 ローマで花々しく活躍していたのと同じ頃、フィレンツェの美術の伝統を守っていた画家である。1486年、フィレンツェに生まれ、徒弟時代はフィレンツェ派の巨匠の一人である、ピエロディ・コジモに支持する。1518年から翌年にかけて、フランス王・フランソは一世に招かれ、フォンテーヌ・ブローへを赴いた。代表作である、アルピエの聖母には、安定した三角形構図。 甘美な色彩、レオナルド・ダ・ヴィンチの影響が見られるスフマート・技法などのアンドレアの画風の特色が見られる。アンドレアの弟子からは、ポントルモ、ロッソ・フィオレンティーノなど、次世代のマニエリスム絵画を担う画家が出ている。ハルピュイアの聖母1517年ウッフィーチ美術館、ありがとうございます。